カッシン・ヤングは、アメリカ海軍のフレッチャー級駆逐艦の一隻である。名前の由来は、真珠湾攻撃の際の英雄的な活躍で、名誉勲章を受賞し1942年秋の第三次ソロモン海戦で戦死したカッシン、ヤング大佐である。1943年9月12日、カッシン・ヤングは、カリフォルニア州産、ペドロのベスレヘム造船で、2、 エリナー・ヤング夫人によって浸水した。その後1943年12月31日に E.T. シュライバー司令官のもとに就役した。レーテ沖海戦や沖縄戦を含む第二次世界大戦の作戦への従事の後、カッシン・ヤングは退役したが、朝鮮戦争のために再終役し1960年まで活動を続けた。現在、カッシン・ヤングは記念館として保存され、 マサチューセッツ州ボストン海軍交渉のコンスティチューションのすぐそばに停泊している。1986年、海上で現存している希少なフレッチャー旧駆逐間4隻のうちの1隻としてアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。1944年3月19日、カッシンヤングは真珠湾に到着して訓練を完了させ、その後マヌストウに向かい、 大規模な高速空母艦隊に合流した。4月28日、艦隊はトラック島、ウォレアイ艦章、サタワン艦礁、そしてポンペイ島にある日本軍の本拠地を攻撃すべく航空隊を発艦させた。その間、カッシンヤングは敵の反撃を警戒する作敵艦として活動した。マジュロに戻り、さらにシンジワンでさらなる訓練を行った後、 6月11日にエニウェトク干渉に向かい、4日後のサイパン侵攻における護衛任務のため護衛空母の部隊に合流した。他にもレーダーピケット任務や護衛任務に従事し、さらには沿岸部への火力支援も行った。激戦となったサイパン島の戦いでは、カッシン・ヤングの護衛部隊が同島への攻撃を行い、同様にテニアン島やロタ島、 グアム島に対し日本軍の飛行場を制圧するため、強襲した。その後テニアン島やグアム島に行われた攻撃を支援する同様の作戦に従事した。これは、カッシン・ヤングが補給のため、ニュェトク干渉に寄稿する8月13日まで続いた。1944年の8月29日から10月2日に、かけ、カッシン・ヤングは38.3任務部隊の空母を、 護衛した。空母から飛び立った攻撃機体は、ペリリュー島やミンダナオ島、そしてルソン島の目標を攻撃した。これは、フィリピン奪還の布石であるペリリュー島への攻撃を支援するためであった。その後任務を終えて、ウルシー干渉に帰投したカッシンヤングであったが、フィリピン島攻略のスケジュールの前倒しに伴う任務のため、わずか4日後の10月6日に、 第38.3任務部隊と共に出撃した。スケジュールの最初に行われたのは沖縄、ルソン島、そして台湾への空襲であった。これをきっかけに10月10日から13日にかけて勃発した台湾を気空戦において、威風堂々ドドたる第38任務部隊の空母の力を打破せんとする日本軍の試みはドローに終わった。10月14日、 攻撃機1機が機銃でカッシン・ヤングの乗組員5人を負傷させ、特攻によりリノに損傷を与えた。この戦闘でカッシン・ヤングは共同で7機の航空機を撃墜した。1944年10月18日、第38任務部隊はルソン島の東へ進行し、日本軍の飛行場を無力化するべく攻撃隊を発艦させた。これは2日後に迫った。 レーテ島進行の前段階であった。カッシンヤングは最初の着艦に備えて待機した後、10月23日にレーテ湾の方へ進行したことが判明している。日本軍の作敵を開始した。翌日、攻撃隊の発艦に備え、サンベルナルジの海峡へ進んだ。レーテ沖海戦に伴って最も激しく戦火が、大きい空襲が発生し、 10月24日9時38分には、プリンストンが敵爆撃機の攻撃を受けた。カッシンヤングは第38.3任務部隊に再び合流し、北にいる日本軍の艦隊を攻撃するべく、機体急行した。これは10月25日の沿ンの三崎沖海戦に発展し、激しい空襲により、日本軍の空母4隻特築艦1隻が沈んだ。 カッシンヤングは、レーテ島制圧を支援する作戦に従事し続け、カッシンヤングが同伴した空母は、沖縄や台湾、ルソン島の日本軍基地を攻撃するべく、広範囲で活動した。カッシンヤングは、うるしい干渉をおぼこうとし、1945年の1月の、間南シナ海にて空母を護衛した。台湾やルソン島、カムラン湾、香港、関東、そして南西諸島を、 徹底的に空襲した、この作戦は、ルソン島進行を支援するためであった。ウルシー干渉での短期間の整備により、2月19日開始の、伊王島進行を支援する、様々な作戦の準備が整った。その作戦では、本州や沖縄への空襲、沖ノ鳥島への砲撃、伊王島近海の総統等が行われた。沖縄戦への配備に先立って、 ウルシー干渉で短い修理を行ったカッシンヤングは1945年3月22日にウルシー干渉を出港した。伊王島侵攻前の大規模な大地砲撃の後、カッシンヤングは伊王島のビーチ沿岸に行き、機雷除去チームの支援を行った。侵攻を開始した4月1日、カッシンヤングは戦闘地域に火力支援を行い、 その後、レーダーピケット任務に就いた。4月6日、カッシンヤングは、神風特別攻撃隊の最初の攻撃を耐え忍んだ。これは、勝利を重ねる沖縄侵攻作戦を打破すべく、日本軍が一途の望みをかけた攻撃であった。カッシンヤングは撃沈された2隻の駆逐艦の生存者を救助した。4月12日、それはカッシンヤングにとって、 大きな転換点となった。その日の正午、神風特攻隊の大規模な波状攻撃が襲ってきたのである。正確な砲撃は5機の撃墜に貢献したが、6番目の敵機が船体からわずか50フィートの直上で爆発し、全章に衝突した。これほどの攻撃を受けたのにもかかわらず、犠牲は奇跡的にわずかであった。 58名の重傷者と1名の犠牲者に止まったので、ある。損傷したカッシンヤングであったが、自力でケラマ列島を突破した。うるし干渉で修理を受けた後、5月31日に沖縄に戻り、レーダーピケット任務に再び着いた。神風攻撃隊の空襲が続く中、カッシンヤングは、マリアナ行きの短い護衛任務2回分の間だけ、一休みした。 7月28日、部隊は再び、日本軍の主目標となり、神風攻撃隊の特攻により、駆逐艦一隻が、撃沈、もう一隻が大破した。交戦の最中、カッシン・ヤングは2機の撃墜を支援し、沈んだ艦から生存者を救助した。翌日、カッシン・ヤングは2度目の攻撃を受けた。低空飛行の航空機が、右舷に衝突し、下機管制室が破壊されたのである。 巨大な爆発により、艦中央部が炎に包まれたが、乗組員の働きにより、なんとかエンジンを回復させて沈下し、20分も立たずして、ケラマ列島の安全圏に艦を退避させた。この攻撃により45名が負傷し22名が戦死した。沖縄戦域のレーダーピケット任務における果敢な活躍と勇敢さが認められ、カッシンヤングは NUC を受賞した。 8月8日、カッシンヤングは沖縄を離れ、修理のため帰路に着いた。カリフォルニア州産、ペドロの母校に帰投したカッシンヤングはオーバーホールが行われ、退役した後、1946年5月28日にサンディエゴの予備艦隊へ移された。1951年9月8日に最終駅し、1952年1月4日にサンディエゴを出港して、 新しい母校である、ロードアイランド州のニューポートへ向かった。1952年9月、カッシン・ヤングが造船所で経験する4つの大きなオーバーホールの、うちの1つを受けるためボストン海軍交渉のカンドックに入居した。この時の改装において、カッシン・ヤングの近代化改修が行われた。対戦迫撃砲ヘッジホック2機とマーク32、単魚雷発射艦2機が搭載され、 21インチ後、連装魚雷1機が取り外された。また、2連装のボホース4 0ト、mm、ル機関砲4機が、4連装2機に換装された。全部のマストは、改良されたレーダーやシステムの搭載のため三脚マストに、換装した。フロリダ沖での対戦演習の前段階として、1953年の5月7日から6月12日に、 かけカ,カリブ海にて試運転と完熟訓練が行われた。1953年9月16日から11月30日にかけ地中海にて第6艦隊との初めての任務を行った。1954年の初めにカリブ海で行われた他の試運転や練習の後、カッシンヤングは世界一周のため5月3日にニューポートを出港した。これは 西太平洋における第七艦隊との演習や、韓国沖での紹介、そして極東や、地中海の港への親善訪問を含んでいた。ニューポートに帰討したのは1954年11月28日のことであった。それから1960年までのカッシンヤングの任務は、カリブ海及び東海岸沖における演習や、1956年、 および1956年から1957年の冬における地中海での航海、1958年のヨーロッパ西岸の港への巡航を含んでいた。最後の海外派遣の最中、火事の問題が発見されたためフランスのカンドックに入居した。その時点で修理費は老朽艦の維持費を上回っていた。1960年2月6日、退役のため、 ノーフォーク海軍造船所に到着した。1960年2月29日、フィラデルフィアのニズマフでの長期保管に移された。1974年12月1日に海軍船舶登録部から除籍された。アメリカ海軍はカッシンヤングをアメリカ合衆国国立公園に無期限対応した。これはマサチューセッツ州ボストンボストン国立歴史公園の一部であり、 元ボストン海軍交渉であり、コンスティチューションの隣であるという場所に停泊して、海に浮かぶ記念館として保存するためであった。1978年6月15日に公園に到着し、1981年に一般公開を開始した。この館は国立公園局とカッシン・ヤングのボランティアによって維持、運営されている。1986年、 第二次世界大戦において、アメリカが生み出した最も姉妹艦の多い駆逐艦であるフレッチャー級駆逐艦の良い保存例として、アメリカ合衆国国家歴史登録財と、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。2010年7月下旬、カッシン・ヤングは、カンドックへの入居の準備のため閉館した。2010年8月9日、船体の修理のため30年前に、 ボストンに来て、以来初めてとなる、ボストン国立歴史公園の監督に入居した。2012年9月4日、受け負い業者による船体の最終修理のため公開が中止された。2013年5月14日、カッシンヤングの居場所である、第一不当に戻った。2013年6月4日、チャールズタウンにて修理を行うため、ボストン東部のボストンハーバーアッツオ船所に移動した。 そして2013年秋に博物館の不当に戻った他の三隻のフレッチャー級駆逐艦も記念館として保存されている。ありがとうございます。